幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして武市半平太に土佐帰還命令が下る。どうせよ。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん？重要なの？あは。さあお龍ちゃん。これは3대장 그런 뜻이죠. 오마이가 수소 나오시てくれたのか. 気にせんといて. ちゃんとお代はいただくさかい. な, おかみさん. せやね. 斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けい女ばかりだな、ここは。さあ、そろそろ出なあきまへんな。三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。막사러가자。どうも斉藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。あ、コロコロ顔いけコロが。어이건못잡지昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。分かった。이건못참지。어디갔노잠깐어디갔어요깜짝놀래요
ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ、못 볼 것 같은데요. 여기는 각 대장의 방이 있습니다. 이미 안내されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ。斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。뭐야이게아니 하무라세이조오장특성은오장으로임명된대원말이발동할수있는능력입니다 아이런식으로오케이오케이그럼여기서이제이집안이나이런애들이제여기서나오는거야그러네 저기맨위에있네요이집안 자동이낫지그냥귀찮은데 요런데서경험치노가다랑재료노가다이런거하는거야
サビラ、ハザー。무리세갠데제로템많이나오네들어간다보스전나가기어 오케이오케이이제제대로레버비올라오케이오케이재밌겠는데이거날잡고해야겠는데더건엘리트대원이개방되었습니다뭐야얘네들뭐예요와갔다시간も時間じゃお疲れ様です나이거좀더해볼래아니아니이거좀더해볼래아니아양아치왜이렇게많아요어뭐야아좋아좋아좋아카신좋아사이토하지메산
私ですよ。ハンジュンギだ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。山崎進む。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに。東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使？ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斎藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで、愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですから、くれぐれもご注意を。では失礼いたします。ひなた野郎はら。遅いですよ、斎藤さん。東堂、なぜここに？土方さんが行けって。斎藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前覚え直すの面倒だし。さてと、斎藤さん強そうだから大使くらいはまあ一人で十分ですよね。あは、俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備できた。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。これは何の御用で？新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと。あら、どなた？
新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの。秋元君なら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある。ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが。は？彼新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。そんな男こっちから願い下げよう。その点あなた強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ。よく知っているな。当たり前でしょ。今今日の町で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句言いやしまへん。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。ぼやぼや。やだ、もう戻ったの。お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。豚所まで来てもらうぞ。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。왜 이렇게 못 잡아 신선조가. 이게 뭐야. 이 정도로 요크 신생금이 入れた 문다. 자, 立て. 마마마마 待て. 頼む 待ってくれよ. 女가 見てるぞ. 潔くしろ. 배고픈데? 俺はさ、 もうあんなとこ 戻りたくないんだ。 そもそも入隊したのだって コネ使っただけだし。 오랜만에 피자나 시켜볼까? 嫌ならすぐやめられると思ってたんだよ。 お前みたいのが なんで 新選組に入ったんだ? そりゃ、 街であんだけ幅利かせてんだから モテるだろうと思って。 けど実際入ってみたら イカれた人きりばっかりでさ、 もう俺には無理なんだって。 頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい。豚所に連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいの。ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え？ちょ、私は。ほら、早く。こいつの気が変わらないうちに。でも、私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなこと、どうにでもなるって。さあ、早く。おい。어서 오세요. PC가 21입니다. 도도, 나 왜 깃다?
なぜって？え、俺なんか悪いことしました？殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、それはちょっと違うな。そんなんだったらタイは明日にも潰れちまえ。そんなまともなこと言う人だったんですか、斉藤さんって。なんだと？そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなこと言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれている。やっぱ재밌어요ってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか？殺しますよ。ほら、そうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前さてと仕事も終わったし、俺先に上がりますね。じゃ、ああそうだ、一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ？裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、酔っ払っちゃった。早く風呂入んなきゃ。これが新選組。いいな、この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか？あ？は、斉藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。なんだってんだ。斉藤だったな。お、柏木さん。あんたは？六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か？そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。でもどうせよ。いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。
だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。そうですよ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。ああ、여기서이제어디서찍어야되지やるしかねえのか。죽여야되는건가아니이자식들이아신선조대장이거안보여너네어안보여てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。ああ無用の6番隊長が何抜かしとんねん。てめえなんざ足手まといにしかならんやろが。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。斎藤お前もや。うるせえな鈴木。お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。谷てめえ。ああなんだあれ。おいあれ新選組じゃ。はい。おい어떻게날쓸수가있지제가신선組야どけ。くそなめんじゃねえ。追っ始めやったな。我々も行くぞ。ああ見つけたぜ。
얘 죽겠는데요? 하니? 그래. 그래. 마보치. 어. 마보치 얼굴을 가진 애가 비중이 있을 리가 없지. 何をやっちまうだの噂通り大した腕やせやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。 余裕かましとるんやないぞ。 겁나 못 맞추네. 아, 니시키 왜 이렇게 잘 써? 갑자기. 니시키 왜 이렇게 잘 써? 그래와 타니 산주로니 스즈키 미키사브로 新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん。最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を4人も始末できるんだからな。うん。こいつは俺がやる。馬鹿を言うな。同時に攻めるぞ。 奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。 이인데스가오히토리데테가라와히토리지메시테라 벌써 세 번째 싸우거든요. 니시키랑. 데와 이마노 아나타와 신센구미노 사이토 하지메데 아루토. 아. 소유 코토다. 코레와 네갓테모 나이. 신센구미노 타이초데 아레바 와타시모 키라자루 오에마센. 武智先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。斎藤はじめ。覚悟はいいです。 아니 연속 공격이 왜 이렇게 길어? 안 맞네.
아잘못썼어와너무좋아여신의기술저뭐야미쳤는데네모아이거왜안くそ。ご苦労だった斉藤。岡田伊蔵。ご公儀要人を手にかけた諸行の数々。この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。そりゃこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。ブーだ、ブーだ。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斉藤はじめが捕らえた。大貴殿がご苦労であった。引っ立て。얘네들이체포해서데려가는게맞아이게아닌것같은데저게맞아
あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろ。いや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿の山内陽道公から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと。なぜそんなことを。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道公が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽道公にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば、陽道公は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。それじゃ俺がしたことは。寺田やろうかか。좀 이따가 올게요. 저기. 아니 왜 또 왜요? 야샤마루 다음에 오케이. 다 보여주면 칼 준다 이거지.
中終わって。여기들어올때마다돈내야돼아지름길인줄알았는데지름길이아니었어中岡だ、入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。まあ、そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かってるはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや。ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ、兄弟。